皆さんご機嫌いかがでしょうか。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思いの時間です。パーソナリティを詰めさせていただいているのは、広島経済大学メディアビジネス学科3年岡野光平です。よろしくお願いいたします。12月も中旬となりですね、何かと、ね、仕事、そして、まあ、学生でしたら学業、ね、いろんなことで、ね、年の納めということで忙しい日々を、過ごしているかと思いますけども、体調などはいかがでしょうか。またドライバーの方はね、年末ということで何かといろんなところに、ね、走り回ることが多いかと思いますけども、ね、ぜひ安全運転で、ね、雨、そして先週のね金曜日なんかは風が強かったですから、そういったこともね気をつけていただいて、この年末過ごしていただきたいなと思っています。またですね、先週、リンクトゥーライフ命をつなぐ思いで放送しました、まあ、アルコール依存症についてだったりとか、まあ、主にはアルコールの話をしたわけですけども、このね忘年会シーズンね、本当に気をつけていただいて、もし飲んでしまったらですね、運転はせずに、代行の運転を頼むとか、ね、ハンドルキーパーをあらかじめね、飲み会の前に、決めておくとか、しっかりとですね、この広島、特にですね安佐南区はですね、前回も僕の思いを話したわけですけども、高校生がですね飲酒運転の車によって跳ねられて、死亡したという事故が起きましたね。あ、そんなことが二度とないようにですね、ぜひこの忘年会シーズン、何かとちょっとね気が緩んでしまうところもあるかと思いますけども、気をつけていただいて、絶対、飲んだら乗るな、乗るんだったら飲むなということで、皆さんね徹底していただきたいなと。飲酒運転は根絶できると思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。また先日の、メディア等でですね、祇園地区ね青少教の方がですね園児避難への、地元の一丸ということでですね、まあ、広島安佐南区のですね、祇園地区でですね、まあ、前回のね前年、アバイリン地区、そして八木地区を中心にですね、広島の土砂災害が起こったわけですけども、ね、その時に2名、子供がですね、小さいお子さんがですね亡くなるということが起きてしまいました。そんなことが二度とないようにですね、緊急災害子ども119番協力助け合いの書ということでですねやってみますので、ぜひですねこちらの方も、リンクトゥライフで取り上げていきたいなと思っております。今日もリンクトゥライフ最後まで聞いてください。よろしくお願いいたします。リンクトゥライフ命をつなぐ思い、リンクトゥライフ命をつなぐ思い、オープニングでも話したんですけども、緊急災害子ども119番協力助け合いの書にですね、今回、広島安佐南区の祇園地区青少年健全育成会協議会が園での、災害時に園児が安全に避難できる体制づくりを進めているということで、メディア等で取り上げられています。ぜひねこの問題、まあ、祇園、特に広島経済大学の近くにもですねイオンと、あとは小学校も多くありますし、小学校中学校高校とですね、あとは幼稚園なんかも多いですからね、ぜひ、僕らとしてもこのね緊急災害子ども119番協力助け合いの書ということで、こちらの方も取材をしていきたいなと僕は思っています。何かね、知ってることがあればですね、このリンクトゥライフに、番組としてメッセージを送っていただけたらなと思います。ファックスが 082-871-1620、 メールが
fm.hamster@live.jp です。皆さんからのですね、そういったメッセージよろしくお願いいたします。それではですね、ずっとですね、このリンクトゥライフを続けてきて、まあね、前回は未来をつなぐハーモニーとしてやってきた時からずっと続いているカンボジア国際交流プロジェクトのチョルモーイというですね、コーナーを今回は放送していきたいと思っています。それでは聞いてください。どうぞ。チョルモーイ。チョルモーイのお時間です。私たちは広島経済大学のカンボジア国際交流プロジェクトです。この番組は普段私たちがどんな活動を行っているかをお伝えするコーナーです。今日お届けするのは経営学科1年山本歩美と、経営学科1年久保沙恵里と、経営学科1年井上誠と、経営学科1年梅下直哉でお送りいたします。カンボジアには昔ポルポト政権があり、国内の知識人が大量虐殺されました。メガネをかけている者、本を読もうとする者、文字が読める者は強制労働あるいは収容所に送還され、虐殺の対象となりました。このことを川村先生の授業で知った私たちの先輩方が立ち上げたプロジェクトです。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。そういえば11月15日国際交流協力の日があったけど、梅下君どうでしたか？緊張しましたか？はい、緊張しました。自分はその日に、かつプロジェクトの内容を報告するっていうか、まあいろんな人に知ってもらうということで、発表させてもらえたんですが、今まで、自分まだカンボジアに行ったことがなくて、そのいろいろ知らないこととかあったりしたんですが、この報告会を通しての準備を通して様々なことを知ることができました。国際交流協力の日で発表していたけど、失敗したこととかはなかったの？一応原稿を考えて、で紙は持たずに発表はしたんですが、何回も詰まったり飛んでしまうところがあって、そこはやっぱり今後の反省点として、今後につなげていけれたらいいなと思います。詰まったっていうのはどういう感じですか？普通に詰まったって感じです。ありがとうございます。はい、アーミーはどうでした？自分も、発表者の立場だったんですが、今まで知らなかったことが知れたので良かったなと思いました。どういうことを教えたんですか？自分はこのプロジェクトに入るまでカンボジアのこととか知らなかったんですけど、この機会に自分なりに調べたりしたことでカンボジアの歴史とかを知れました。そうですか、ありがとうございます。じゃあ見ていた側のサイちゃんはどうですか？はい、詰まりながらも一生懸命発表していって、とても練習したんだなと思いました。ありがとうございます。自分も見に行ったのですが、やっぱり緊張しているというのが伝わってきましたね。もし自分がやるんだとなったら、自分も多分ああなってしまうんじゃないかなっていう不安しかなかったですね。はいリンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。11月22日に行動祭がありましたけど、行動祭って目的というか行動祭というのは一体何なんでしょうか？はい、行動祭っていうのはですね、
広島経済大学の行動館、広島経済大学に行動館という施設が、施設じゃないな、建物がありまして、イベントみたいなのがあって、それ、地域の活性化を目的にやっているものですね。なるほど、はい。主にどのような人が来たんですかね。小さいお子さんを連れた親御さんとか、親御さんとか、まあ、家族、うん、家族で結構来てたりとかしてたんで、してました。はい、しました。家族が来て行えるものがあったんですかね。そうですね、行動館内に、まあ、家族連れっていうわけじゃないですけど、子供向けとしてそのゲームコーナーとか昭和の遊びのコーナーとかお化け屋敷とかが、はい、ありました。ここにはどのようなイベントがあったんですか。他にはそのゲームコーナーとか以外に、はい、あ、ステージでビンゴ大会や福巻かな、なんか子供が喜ぶ、あと中学校の演奏。40ですね。すみません、日本中学校です。すみませんでした。はい、あと行動館で行われているプロジェクトごとに出店をやってましたね。はい、うん、はい。カンボジア国際交流プロジェクトは何をしたんですかね。出店といいますか、バイサイチルーク、鶏肉のっけご飯というものを作って販売しました。はい、それは一体どのようなものなんですかね。鶏肉のっけたご飯その名の通りですよやっぱり好評だったんですか。なんか自分もなんか昼休憩の時にスタッフとして働いやってたので、なんか昼休憩の時に食べている人を見て、ああ美味しいとか言ってたので、ちょっと良かったなと思いました。はい、私もテントで働いていたんですけど、あのリピーターの人とかいて、ああ美味しかったけんもう一個欲しいとか言ってる人もいましたから、すごく人気だったんじゃないかなと思います。はい、自分食べてないんですけどね、はい、自分は食べましたよ美味しかった、ね、美味しかった自分も食べたかったですはい、君たちが食べるためにこの鶏肉のっけご飯があるわけではないんですよはい、わかりましたそうですね、はい、他のプロジェクトはどんなような店をやってたんですかね。他は、ピザとかポトフとか焼き鳥とかでしたね。の焼き鳥は完売したって言ってました。ああ、え、カンボジア の、 その鶏肉のっけご飯も完売はできたんですか。はい、できました。おお、はい。確か外部の中学生か高校生かが何か商品開発して、それを出店の品として出しているのもありましたね。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。さあ皆さん、僕たちカンボジア国際交流プロジェクトの活動内容は分かっていただけたでしょうか。11月は主に国際交流協力の日での活動報告と行動祭でした。これからは3月にあるハルト校に向けてプロジェクト内の各部署準備を進めていきます。私が所属している低学年用副読本部署は、今使われている副読本とは別に名前の通り低学年向けの副読本を作っており、来年2月完成予定となっております。プロジェクトの中でも大きい出来事なのかな。うんうんうん、そうですね。結構そこをね、重要なところなので頑張っていきたいと思います。それでは今回のラジオについて感想を聞いていこうと思います。アーミン、どうですか。いや、初めてのラジオだったんで、ちょっと何言おうかみたいななってたんですけど結構楽しくできたので良かったです。はい、自分も初めてのラジオですごい緊張してあまり喋れなかったですけど、とても楽しくできました。よかったです。僕はあれですね、何も質問が浮かばないっていうのがやっぱり痛かったです。次はもっと質問できるように頑張りたいと思います。自分もこういうラジオとかは初めてなので、いろいろ何を言えばいいか分かんない時もありますが、
まあ、この今後こういうことがあるか分からないですが、この行動じゃない活動じゃなくて、この今回やったことが次に生かすことができたらいいなと思います。チョルモーイのお時間もそろそろ終わりが近づいてきました。次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。終わりの時間が近づいてきました。皆さん聞いていてどうでしたでしょうか。ね、まあ最初に言った、まあ、地域での取り組み、そしてね、学生が取り組んでいる、まあ、授業の取り組みですね、まあ、そういった活動の、ね、報告みたいなものを聞いてみて、皆さんはどう感じたでしょうか。ぜひですね、この番組を聞いてですね、いろんな団体と関わってみたいなと、ね、こう放送したコーナーを担当したカンボジア国際交流プロジェクトとちょっとこう何かコラボできないかななんて思っていただいてですね、こう僕この番組がきっかけとなればとても嬉しいですね。ぜひですね、これからも聞いていただいて、何かしていることがあれば、このリンクトゥライフ命をつなぐ思いの番組にですね、宛にメッセージを送っていただけたらと思っています。パーソナリティを詰めさせていただいたのは、広島経済大学メディアビジネス学科3年、小川野光平でした。